ちょっと待って、やばい。しんさん、おはようごあ、ざひいら。あ、ます。もっちゃん、おはよう。おはようございおます。はよう。おはよう。来ました。すごい、完璧やな。朝でも。いいね、こっちゃん、早い。あれが来ないえ、わ。太郎。あやか様が。あやかさん、理解してないのかな。おはようございおはよう。ます。え、楽しい、やばよい。し。ああ、やば。なんか、ゆきちゃんが、ツイッターに、人生ゲームの、なんていうの、これ。なんボか、ード？マス目？なんていうの？ボードのやつ上げてあるんだよね。あ、そうなんですか。そう。見れたら。わかります、見ます。それ見て、なんか、マス決めたりして。あやかさんね、さっき電話したから起きてるよ。起きてるよ。起きてるんだけど、なんかやったことないんじゃないかな、あやかは配信あ、コラボの そう、だからなんかあんまわかんないって言って、パニクっていました、今さ。え、これ、ケツの楽屋にあったやつですか？いや、そうじゃない。え、違うんですか？そう、違めっちゃう。やったことありますよ、これ。嘘。誰だろう？誰かの家かな？K2 の楽屋のやつはもうボロボロだからね。あ、マジで。扱い悪すぎんね。楽しみ。え、これって一番先にゴールしたら勝ちですか？お金持ちが勝ち？ゴールした後に、なんおか、金お持金ちとじゃない？か、計算して、一番、持ってる人が勝ちって感じ。あれこれどうだっけ？あれやっぱ大丈夫かな？ね。あやめろがなかなか来ないんだけど。やめろ。普通に、大丈夫？大丈夫かな？コラボ待機中の画面が出ていますって来てる。なんか、申請。分かってないですね、あやかわちかっゃん、てない今日の？も。あやめろちゃん。あやかは何も分かっていないみたいです。そう、一回切るって言ってた。けど 大丈夫かあ、な。そっか、普通に配信のやつやってたのかな。わかるかな。なんて言ったら伝わるかな。なんて言ったら伝わりますか。こっちは慣れてるからめちゃくちゃスムーズ。確かにそう。送ったらさ、秒でさ、こっちゃん来てくれたけど、ちょっとうちあやの、めろはちょっとなんあやか、かこっさちん、ゃんちのょっと話戸惑っをちゃしん。ておりますね。初めてかな、コラボ。あやめろ。え、あんまやんな初いめのてよそう。な。うん。なんて言ったらわかんない。
おはよう、彩香。やば。あよかった。元気そう。元気だね。すぐできてはいないけど。そう、すぐできてはないのよ、別に。すぐできてはなかったけど、ね。こっちゃんめちゃくちゃ早かったのよ。そう、めっちゃ早かったちょっと、やっぱこっちゃんと比べると遅いのよ。ちょっと待ってください。初めてですか？初めて、この自分でピピピってやつって。コラボしたことないの？コラボしたことあります。あるんかい。何じゃ。何じゃ。自分でやったことないし。人生ゲームやるかね。やったー。の色みんな決めてもらう。確かに何色の車がいい？好きな色。え、白、白がいい。白。あ、いいよ。いいよ。あやかは、え、黄色と青、赤、オレンジ、緑があるよ。うん、何でもいいよ。あやかオレンジがいい。いいよ。珍しい。まだ使われたことないよ、これ。はい。オレンジ。うん。オレンジと緑、マジ使われないから。じゃあ。サイコロある？二人とも。あります。ごめんなさい。え、何？めっちゃおもろいの持ってきて、見て。これでまーす。え？え？人生ゲーム？お、一応ある人生ゲーム。え、めっちゃなんか古くない？その人生ゲーム。え、そう、めっちゃもう何十年前です。やば。これ回してやろう。あ、そう、あやか。こっちゃんはアプリ？アプリです。あ、どうやって取った？え、こうやって普通に引きちぎっていいよ。じゃあそれで、なんか独特なサイコロ持ってきてるけど。あ、じゃあアプリでやってもいいかなって思ったんですけど、うん。よく喋るな。でもこっちゃん今日最終活動日でしょ。そうなんですよ。そうだよ、ラストラスト。やばいよ、朝からこんな、ね、思った遊んでくれていいの。じゃあ本当朝夜やろうとしたけどさ、なんかね、そうちょっとやばいよ。いや最後に人生ゲームそれはちょっとやばい。確かにやばい。わかるよ、話してた。さすがのうちらもわかんのよ、人生ゲームで終わったらやばいのよそれはやばいのよね、最後に遊べてよかった。間に合ってよかったね。よかったです。間に合った、人生ゲーム。ね、みんなめっちゃやりたがってくれて。え、楽しそうだ。なんでと思って。嬉しい。あやか、地味にさ、人生ゲームの投稿いいねしてくんのやめてよ。圧、やば。圧かけてくんの。いいねしてくるから。うん。うん。インチキすんのやめてくださいよ。インチキすんの、なんでそれはインチキ。信じてよ、そこは。そこは信じろや。やめてよ。いや、わかんないです。信じろ。まあでも、おしりさんちょっとやりがちだから。なんでや。見張っとくから、ミキが。しっかり見張っとくんで。じゃあやる？うん。お願いします。じゃあなんか、あやかもツイッター、ゆきのさ、ツイッターにさ、人生ゲームのあれ載ってるからさ、何？あ、あれを見ながらやるわ、ね。だからなんかどっちの道行くかみたいな迷った時は二人ともその写真を見て決めてね。こっちゃん見てんの、あやか。ん？あやかこっちゃんの配信を見てる。こっちゃんの配信。あ、見てるの？なんで？こっちゃんの顔見ながらやるみたいな。あ、そういうことね。そう、ここの二人がね、顔合わないからね。あ、そうかそうかそうか、そうそう、見えないからね、見えない。確かに、やる、配信を見ながらやるみたいですね、うん、はい。あ、でもあれです、写真これを見ればいいですね、これ。あ、そう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 、うん、それ見たらわかるんで、はい、見てね。はい。スタートが見つからないみたいで。見つけれましたか？車あるとこだよ、端の方。見えない、見えない、どこにあるの？ルーレット側じゃない方。ありました。見つけてた。じゃあ、はい、じゃんけん、じゃんけんするよ。うん、はい、いきます。おい、しきんな、待って。ねえ、しきんな、おい、しきんな。待って、せめて音を大きくするから、こっちゃんに、こっちゃんに聞こえる。シモも大きくなった。大丈夫？こっちゃん、あやかの声聞こえてる？え、めっちゃ聞こえてます。あ、そうなんだ。聞こえてんだ。じゃあいいよ、あやかして。好きです。
か。いいよ。いきます。最初はグー、じゃんけん。ね、なんか遅いね、なんかすごい後に出してきてないあなた本当え負けてんだけど恥ずかしい。えこっちゃん負けてるから。え負けてますか。私でしょ。やだな。なんなんまあいいよ2人で、はい、負けた。じゃんけんぽい。勝った結局。勝ったわ結局やからの勝ちですね。あやめろ、勝ったわ。じゃあ、まあ、あやかから始めようか。うん。こっちゃんはこれどうする？時計回り的な。時計回りでいいんじゃない？時計回りにする。あやめろから時計回りで。はい、で、じゃあ最初、あ、待って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 。待って。持ち出してくるのめっちゃ無理なんで、自分にはそれ、自分が持ち出してるから。ねえ、おもろい。ねえ、いい？ちょっと待って、ちょっと待って。勝手に回さないで、待って。まだちょっと事前準備があるのよ。事前準備があるから。5000円もらってからスタートするんだけど、やった。自動車保険に1000円で入れます。入れますか？え、事故るってことですか？そう、事故るますがあるのよ。うん、そう、一応。どうしよう。入る、入る。あ、入ります。みんな入るも。入ります。なんでこれ机斜めなんですか。分かんなかった。いいけど。OK。じゃあみんな自動車保険入って。じゃあゆきあやかのお金管理するから。はい、よろしくお願いします。任せてください。はい。おしさんが自動車しないように。あ、何つった？何つった？何つった？こそっと泥棒しない。バカバカバカ。ねえ、こそ泥が通じないから言い換えてくれたよ。こそっと泥棒しない言い換えてくれた。おばさんだと思われてるから。こそ泥がね、ちょっと通じなかったからね、今ね。よし、はい、やばい、楽しみ、人生ゲーム楽しみ。ね、あんまやんない。買ってからめっちゃやってるけど。確かに。やんないから。やんない。やんないよ。何ですか？え、これ買ったよ。え、やりたくて買ったんだよ。そうそうそう。はまって、めちゃくちゃはまっちゃった。じゃあ、あやか、そのサイコロを回して。はい。ルーレット回します。マジやばい。なんか偏りそう。9。え、これ普通に9は9でさ、進むやつ？うん。OK。じゃあ、9。待って、あやめなんだっけ、オレンジか。もう、いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 うざ。急がば回せ、もう一度ルーレットを回して進む。え、いいな。ね、めっちゃ進むやん。めっちゃ進む。9だし。行きます。7です。7、めっちゃ進む。1,2,3,4,5 待って、落ちちゃった。6,7。ゴミ拾いで街を美化、3000円もらう。いいな。おお、自分です。確かに今ね、出だしは最高だよね。そうですね、いい感じ、あやか。じゃあ、行くね、いき。はい、5! いいよ。1,2,3,4,5。ネットカフェでまったり4000円払う。もう最悪。はい、0円になりました。最近0円になりました。すべて失いました。まったりすな。まったりすな。いきます。1。1やばい。時計が壊れて外出時間を間違えて1000円払う。やばい。だせー。マイナスだ。うちもマイナスや。はい。こっちゃん。はい、行きます。4です。 4、1,2,3,4。両親からお小遣い6000円もらう。ありがとう。めっちゃ豪華やん。大きめやべえ。いいな、こっちゃんち。4000円もらっちゃった。6,000円だよね。6,000円だよ。6,000円も。やったな。もうこっちゃん1万持ってっから。えぐいから。やったやった。はい。は
はい、彩香よ。私ですか？うん。登場でございます。はい。とりあえずちゃんとうまく回せてんの？めっちゃいいじゃん、エメロ。おい、何もやってるぞ。おい、何を儲けとんねん。なんだ？儲けるじゃん。なんで？今1位ですね。そんな、おい。決めたな。1。お年寄りを道案内7000円もらう。やったー、危ない、お金なかったからよかった、もらえて優しい。はい、次やります。どうぞ。全然進んでないわ。ヨシリさんまだ1でしょ。6 1 2 3 4 5 6。家賃滞納のペナルティ2000円払う。最悪。え、まずい、まずいぞ。ぽいぽいぽい。まずいまずい。ぽいぞ。あと1000円のちった。じゃあ、ペギって。いきまーす。2です。あ、やばい。あ、2。2です。1、2。2はですね。お年寄りを道案内。7000円もらう。お、めっちゃ好調やん。てか、あやかも、こっちゃんもだよ。確かに。うちらばっか払ってっから。やべえ。やべえぞ、負けてんぞ、完全に。はい、あやか。はい、ということで、登場でございます。ね、はい。一時登場する。お !8 です、8。8。はい、めっちゃ進むな。1、2、3、4、4。ストップ!専門職とビジネスのどちらのコースに進むかを決める。そう、ここでもう分かれんだよ。そうそう。これどっちにしよう。でも基本的にみんな専門だよね。そう。専門ばっか行く。基本的には。なんかちゃんとした職につけるのがなんか専門職コース。うん。じゃあ専門コースで。はい。そこはちゃんとすんだ。めっちゃちゃんとしてる。いきます。7。1、2、3、4、5、6。7。引っ越しして気分転換、3000円払って矢印の指すも進む。きついて。3000円は、1、2。はいはい、いきます。どうぞ。3。1、2、3。授業中の居眠りがバレた、1000円払う。ねえ、おしりさんのマス全部やばい。ちょっと待って、0円なんだけど。やばい。おしりさんのマスマジやばい。家賃滞納して居眠りして。まずいぞ。やばいよ。いきまーす。はい。はい。7です。7。1、2、3、4、5、6、7。引っ越しして気分転換、3000円払って矢印の。やばー、同じとこだ。ゆきと同じや。いやでも、ぽっちゃんの持ち金の量やばいから。確かに、初めてやったもんね、これ。余裕だから。オッケー。あやか。私ですか？うん。はい。では、行きまーす。いいよいいよいいよ。あいたち、お、あ、これはどっち？7でいいの？7ね。オッケー。1、2、3、4、5、6、7。選挙の投票に行く、4000円もらう。職業ないとこだったよ、あやか。大丈夫？もう無理。危ないぞ。確かに今プラスではあるけどね。はい。じゃあ回しまーす。8。ストップ。1、2、ストップ。専門職かビジネスコースか。やっぱ専門職でしょ。まあそうだよね。うん。おしさんビジネスですよね。なんで全然専門職よ。ぽいぽい。ビジネスっぽいよね、ちょっと。少ないな。2。てか、そんなところじゃない。全然進んでないから、この人。リカちゃんのテーマパークに行く、1000円払う。え、待って、最高。待って。あ、約束手形じゃないですか。ちょっとお金ないんで借金します。ね、おしりさん全然進んでないから。やばい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 。
本当やばい。借金してるんだけど、最悪。いきなり借金してる。進み悪すぎんだよ。確かに。3、4。しんどい。はい。いいよ、ぽっちゃん。はい。4です。4。1、2、3、ストップ。専門職コースかビジネスコースか。専門職で。うん、だよね。そうね。はい。じゃあもう彩香はもう小さい数字出さないと職業失うから。そう、 4以内出さないとやばいよ。フリーターになるからね。やりそう。あ、何 ?10 ですか。10だ。あなた10出したの。10出してますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 給料日になりました。はい、そう、フリーターだけど、フリーターはなんかルーレットの出した数かける1000円もらえるの。そう、だから1回回して。いっぱいじゃん。もらえんだよ、ね、もらえるだけよ、ね、フリーターなのに。8かな。1000円だね。まあ、いい方じゃない。5000円で生命保険に入れますけど、入りますか。入ります。おー、ちゃんとしてるね。ちゃんとしてた。ちゃんとしてますね、なんか。意外とちゃんとして。保険入ってね。でもやっぱ、これ、食手に入らないこと多いから怖いっす。やだ、ちっちゃいの出さなきゃ。そう、小さい数字出さないと。そうだね。きついのよ。で、あやかが止まったのが、早くも5月病に3000円払い、お宝やる気ボタンを取る。っていうマスでした。やる気ボタンだって。私、うん、あやか、なんかお宝を手に入れました。いいな。そう、お宝って意外といいんだよね。そう、失うことがないから。ちょっと安いけど、なんか確かに5000円。なんかやる気ボタン、これね、あやかのお宝。はい、やる気スイッチみたいなもんですね。あ、そう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 、そういうやつゲットしました。うん、じゃあ、はい、いきまーす。9。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 うわ、タレントになれる。給料はルーレットを回し出た数かける2,000円。出たよ。見れば職業カーゴ。タレント意外と安いのよ、給料が。5マス進む。でもここで納得しかないので。ちょっとフリーターになっちゃうもんね。厳しい。1件に出さないとさ、なれないから。もう1回タレントにならせてもらうわ。はい、1回やらせてもらうわ。じゃあ給料、給料日、はい、はい、7。14,000。あ、まあ、いいじゃないですか。いいいいいい。まあ、フリーターよりはって感じですよね。まあ、フリーターよりはな、確かに。でもこれ固定じゃないから厳しいんだよね。1万。ありがとうございます。1、2。給料を。いくちゃんも生命保険入りますか。入ります。じゃあ5,000円。5,000円か。5,000円。じゃあ1,000円払えばいい。1,000円払う。うん。どこだ。生命保険。ないな。生命保険切れ。オッケーオッケーオッケー。ありがとう。はい、じゃあ行きます。はい。はい。6。全然進んでない。1,2,3,4,5,6。後先構わず家を買う。買った家に旗を立てる。おー、ずるい。え、家いいな。これさ、いい家からなくなってくんですよ。そうなのよ。え、無料で買えるんですか。うん、お金は払うけど。あ、なんかそう、借金して買えるのよ。あ、そうなんだ。そう、でも人が買った家買えないからさ。そう、いい家がなくなってくの。そう、いや、やっぱここかな。何何何、この8万の高いマンションを買おうかな。やば。借金して。いや、もうすでに借金してますけど大丈夫ですか、おしりさん。大丈夫です、返せます。8万ですよ、約束って。4枚ですよ。全然返せます。なこの後飲食業に着くんで。どんな自信。全然2,4。まあ自信あるなら別にね。8、やば。はい、最初に買える人の特権ですから、これは。特権ですよね。なんかゴールしたら、その買った家が3倍の値段で売れるのよ。ええー、だから結局いい家を買ってた方が、確かに、まあ、いいわけよ、それは。
だから私は借金をして高層マンションを買います。別に余裕です。え、いいな、大きい、ね、めっちゃいいから、この家だけでかくて、はい、買いました。はい、はい、もう完璧、もう完璧じゃないよ全然進んでないけど、いきます。はい、はい、5です。まだ5。はい、1,2,3,4,5。政治家になれる。おお、給料22,000円。おい、これはいいぞなるなる、固定で22,000円はえぐいです。タレントが10出しても足りませんから。確かに確かに。はい、じゃあ給料日ですね。めっちゃいい職業やん。22,000円で、やった。5,000円で生命保険に入れますけど。入ります。はい、だから1,000円か、うん、いいなぁ、いいね、いいな、ちゃんとした仕事。いい、まあ大丈夫、あやかフリーターだからフリーターよりはね、まあまあまあ、あやかが全然欲しいよね。タレントやらせてもらってるんで、はい、じゃあ次あやか。はい、あやかですね。うん、はい、いきまーす。10? 10、すごい進むね。ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ラーメンの食べ歩きで散財8,000円払う。あら。あら。食いすぎ。8,000円はいい。1,2,3,4,5,6,7,8。まあでもお金は持ってるから大丈夫だよ。確かに。うん、2万あるし、なんか。やば。いいな、2万。2万あるから。じゃあ。回しますね。はい。1。初任給で両親にプレゼント3,000円払う。おお、ちょっと見え張っちゃってタレントなのに。タレントなのにね。はい。だって金ないんだけど。行きます。住みたいな。よ。住みたいなお尻さん。1,2,3,4。ストップ。転職とビジネスのどちらかのコース。みんなあれですよ、みんな専門行ってますよ今。専門、私も専門。いいですか、ビジネス行かなくて。基本払ってんだよこっちは。あやか。はい、行きます。すごいことすんなこれどこ4かな、4でいいのかな。あ、4です。 OK、はい、1,2,3,4。オークションの高値更新に思わず熱くなる。15,000円払う。え？急に？急に5,000円なるじゃん、エムロ。急にめっちゃ。あやかやばいよ。まあ、まだ5,000円あるからね。まだ5,000円。うん、8,000円はある。確かに触れ。しんどいな。これはやばいことをしてしまった気がしますね。見える？見えます。ああ、よかった。助かった。はい。なんだっけ。ああ、で、どのコースにするから。あ、声聞こえてなくない？声聞こえてないよ。やっぱり？やばい。え、声聞こえない？やばい、あやめろの方で声聞こえない。やばい、やばい、やばい。なんで？みろちゃん。これももうダメだ。え、これ声聞こえない？あ、ちょっと聞こえない？え、そう、聞こえるんだよね。え、あやかの声聞こ、ゆきの声聞こえる？あ、聞こえんだ。あ、こっちはちょっと聞こえないだけど。あやめの声は聞こえない。聞こえない。あ、見てる方あるよ。あ、でも普通に聞こえるじゃん。おーい。あ、聞こえた。聞こえた。よかった。はい、助かった。そう、ストップで、なんだっけ、なんかコースを選ぶの。どこまで行っても、こんな変わんないんですか？なんか、もうもらえるお宝が変わるって感じだよね。うん、でも一番、なんか値段違くない？お宝の。一番高いの火星ロケットだっけ。まあでも、どこも公平になんかなってそう。まあ確かに。そう、お宝をもらえるチャンスなんだけど、うん、じゃあ私は、うん、エンタメコースで。エンタメコース、オッケー。
じゃあ回しまーす。6 1 2 3 4 5 6。趣味に没頭しすぎて約束を忘れた、2000円払う。最悪もうお金払わされるし、マスも最悪だし。はい、ありがとうございます。よし、あ、そうですね、おしりさん仕事が決まるか決まんないか。決まります、次で決まりますね。やばいんで。え、待って、はい、もう最悪、はい、はい、どんまい。9ですね。やば、3 4 5 6 7 8 9 9。フリーターになってしまった。ほら、フリーターだ、フリーターになってしまったよ。これにくそルーレット回すか。借金まみれのフリーターだ。おい、やめろやめろ。え、しかも1000円1です。えー、かわいそう。しかもらえなかったんだけど。弱小フリーターです。まあでも1000円保険は入っとくか、一応。1000円、うん、なんか私の声でかいみたいな。知らん。ええ、なんか、あ、こっちゃんにってこと？顔ってるらしい。嘘。喋って。これでいいの？小さくない？いや、なんか、え、こっちゃん聞こえる？まあ、聞こえます。あ、聞こえるの。じゃあ、まあ、あと一個だけ大きくしとこう。これでいいかな。え、どうどうどう、喋って。声にエコーがかかってるらしい。え、なんだろう。え、でも普通ですよ。普通だって。うちらから聞こえる分には普通なの。あ、じゃあさっき大きくしたからか。これぐらいでいいのかな。うちらは大丈夫だよね。そう、うちら見てる人があれなのかな。確かに、あやかな。ダメなんじゃない。すいません、私なんかしたかった。確かに、どうすればいいかな。気にしなくていいですよ。気にしなくていいの。気にしなくていい。気にしなくていい。気にしなくていいって言ってるよ。気にならん。そんな気にならん。つなぎ直せば治るって言ってる。つなぎ直してみる。ああ、確かに。一回つなぎ直してみる。私どうしたらいいですか。一回、一回切るわ。はい。どうしたらいいの。もう一回、もう一回招待する。え、真っ暗なんだけど、入ってたのかな。なんか親子いなくなっちゃった。やめろ。どこだ、太田さん。あ、いた。確かにタワマン済みのフリーターになったわ。えぐいよ。マジえぐいよ、シリーズ。でも、いつもタワマン買おうとするよね。だって、最終的にやっぱね、いや、まあね。まあ最後は確かに3倍になって帰ってくるっていうの知ってるからさ、うちらは。タワマンっていくらなんですか ?8 万 ?8 万。だから最後24万になるんだよね。そう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 。ああ。え、いいの？いいのよ。めちゃくちゃいいのよ。もしもし。もしもし。わかる？え？できない。え？どういうこと？電話ができないんだよね、最近受けの携帯。どういうこと？電話が？うん。うん。うん、分かんないんだよね。ゆきちゃんが悪い。え、これマジでどうすればいいんだろう。で、私の考え的にね、ここを一回入れ替えるっていうと、あ、こっちゃんをこっちに察する。ああ、いいですよ、いきますか。え、で、一回おしりさんがあやかを招待してもいい？わ、うん、かった。え、じゃあ、一回、
一回こっちゃんのやつ切るね、これ。はい。あやかちょっと待って。すいません、皆さんも。一回切ります。